巨人の東京ドーム移転計画再浮上の真相。2年連続同監督での B クラスを経験し、覇権奪還に燃える巨人ですが、ここ数年何度も浮上しては消える噂があるのをご存知でしょうか。その噂とは、本拠地である東京ドームの移転問題です。1988年に開場し、すでに30年以上経過する東京ドームは老朽化も指摘されており、移転についての議論も行われていますが、結果的に実現しないまま数年が経過しています。そこで今回の動画では、東京ドームの移転問題について掘り下げ、強い巨人の復活には新たな球場が不可欠であるという理由についても紹介していきます。移転先の大本命は築地跡地。今年で開場36年を迎えた東京ドームは、すでに旧式な野球場となってしまった感は否めません。内部気圧を 0.3% 高くして、ガラスクロスの表面をフッ素樹脂でコーティングした天井を持ち上げる構造は、アメリカ・ミネアポリスにあったメトロドームをお手本にしています。ですが、本家はすでに鉱石による天井の破損などもあり、開場32年が経った14年に取り壊されており、当初から東京ドームの耐用年数も約30年と言われていて、巨人の本拠地問題は長らくの懸案事項でした。近年メジャーで主流となっているのは、野球専用のいわゆるボールパーク型スタジアムであり、マツダスタジアムや昨年開業したエスコンフィールドも着想を得ていると言われています。しかもこの2つの球場は開業と同時に大きな成功を収めており、球団の安定的な経営に大きく寄与したと言われており、新たなビジネスモデルとして注目を集めました。また新球場とは逆に、 DeNA の本拠地横浜スタジアムは東京ドームより10年も古い1978年の開場であり、楽天の本拠地楽天生命パーク宮城球場に至っては1950年と、すでに開場70年の年月が経って老朽化したスタジアムでもあります。ですが、この両チームはそれぞれ球団が球場を買収して経営権を手にしたことで、大胆な改修や増築に着手。建物自体は古くても、座席間隔を広げてゆったりと観戦できる野球専用球場としてボールパーク化を推進してきたことで、集客へと結びつける結果となっています。巨人もこうした前例に倣い、悲願でもある自前の球場建設を進めたいところですが、いくつもの問題が積み重なっているのです。東京ドームの老朽化問題が浮き彫りになっていた2010年代の後半から、現在の2軍施設がある川崎市多摩区の読売ランド周辺を再開発をして、球場と一体化したレジャー施設の建設などの構想はすでに浮上していました。ですが、最大の問題はアクセスの利便性。コロナ前の2019年シーズンの巨人は、主催試合全71試合で302万7682人を集客しており、そのうち京セラドームを含む地方主催試合7試合の入場者数は15万5181人。東京ドームに限れば287万2501人となり、1試合平均で4万4883人を動員した計算になります。コロナ明けからも巨人は順調に観客動員を回復させており、今季は年間300万人の動員を目標にしていますが、仮に本拠地をジャイアンツ球場の周辺に移せば、この数は激減すると言えるのです。ジャイアンツ球場は京葉線の京葉読売ランド駅の他には付近に鉄道駅もなく、車の利用でも周辺道路が狭く一本道しかありません。二軍で調整を余儀なくされた選手の中には、週末の試合に帰りが混むからという理由で出場を拒むなど、特に行楽シーズンは読売ランドを訪れる客だけでも大渋滞となるため、アクセス面の問題から考えても移転の現実味は皆無と考えるのが自然です。一方で、現在の東京ドームはアクセス面では12球団で最高クラスといえ、東京のど真ん中に位置して JR と都営地下鉄三田線水道橋駅と東京メトロ丸の内線後楽園駅の3駅に近接していることは最大のストロングポイントといえます。
読売ランド付近への移転が厳しいと結論を出した直後に、最も現実味のある候補地として浮上したのが、東京中央卸売市場の豊洲移転による跡地を利用した築地新球場計画でした。最も心配されていたアクセス面も、東京メトロ日比谷線と都営大江戸線の駅が近接し、新橋、銀座、有楽町から徒歩圏と条件は整っています。しかも、巨人と親会社にとって、この場所はある意味好都合と言われており、バンキシャは、築地跡が魅力的なのは、宿敵、朝日新聞の東京本社の目の前にあるということです。そこに読売グループの象徴である巨人の本拠地球場を建てる計画は、実際問題としてかなり具体的に進んでいた。今でも巨人に大きな影響力を持つ、鍋常こと渡辺恒興主筆は、敵の陣地に城を建てようとかなり意気込んでいましたが、小池百合子東京都知事が食のテーマパークを建設する計画を持ち出したことで、またも移転問題は白紙に戻りました。と解説。ですが、現在もこの計画は大きく前進しているとは言えず、2019年以降、都が跡地の再開発事業者を公募すると、三井不動産が築地に商業施設などとともに野球場を建てて巨人の本拠地とし、東京ドームの跡地はマンション、オフィス、店舗などの複合施設にする計画らしいという憶測が飛び交うようになりました。あくまで噂レベルですが、球場を所有する株式会社東京ドームは2021年に三井不動産の子会社となった経緯もあるので、もしこの話が現実的であれば移転問題が再燃することは間違いありません。しかも球場を移転しないと補強費を確保できず、このままじりじりとチーム力を失っていくと指摘する OB も存在します。巨人は東京ドームに利益を吸い上げられている。ここ数年の日本シリーズはスリリングな展開も相まって大きな注目を集めていますが、巨人がセリーグの代表としてソフトバンクと対戦した2019-2020 年のシリーズは連続で4連敗を喫し、日本シリーズ不要論まで飛び出しました。パリーグファンの中には、2年で8試合して1試合も勝てないというのでは、日本一を争っている感じがしない、巨人が低たらくすぎる、毎年ソフトバンクが優勝でいいんじゃないとの意見まで噴出し、原監督をはじめとした巨人の首脳陣は猛バッシングを受けることに。この結果を受け、巨人現ファーム総監督の桑田真澄は非常に興味深い指摘を行っています。桑田は巨人の日本シリーズ敗戦について取材を受け、いくつかの要因を語りましたが、決して巨人が弱くなったわけではなく、一言で言いますと、ソフトバンクが豊富な資金力を生かして結果を出したということと断言しました。当時のチーム年俸総額を改めて見てみると、巨人は43億で12球団中2位につけていましたが、ソフトバンクは65億円で1位でした。もちろん2022年以降はオリックスが3連覇を果たし、お金を出しているソフトバンクが毎年のように勝利することはありませんが、FA になった選手を次々に獲得し、他球団で活躍した外国人選手を引き抜く様は、かつての巨人といえます。観客動員ではソフトバンクを上回る巨人ですが、本拠地球場である東京ドームは、球団所有のものではなく、毎試合使用料を払って借りています。巨人は2016年の数字によれば、1試合あたり1750万円の球場使用料を支払っており、年間では11億円程度になると言われており、球場管理会社の清水オクトにも4億円程度を支払っているのです。一昔前であれば、こういった経費も親会社である読売新聞社の業績が良く、さほど気になっていませんでしたが、新聞の購読者数はここ数年で大きく減少し、ドーム使用料が球団の経営を圧迫し始めました。しかも東京ドームが球団所有でないことから、球場内での物販は球団公式グッズを除き、巨人には一銭も入ってきません。巨人の事業規模は250億前後で、利益は15億から20億円の規模であり、球場使用料関連の15億円は小さい数字とは言えず、
補強に大きなお金をかけられない要因の一つと言われています。逆に東京ドームは巨人というドル箱のお客がいることから、毎年100億円近い営業利益を稼ぎ出し、150から200億円の営業キャッシュフローを生む優良企業として知られており、海のホテルなど東京ドーム以外のビジネスも手掛けているものの、その収益の9割以上は東京ドーム事業が生んでいます。コロナ禍の中でプロ野球は無観客試合などで興行を行っていましたが、この間もドーム使用料が減額されたという話は聞いたことがなく、東京ドームの2021年から2023年の収益も安定したままでした。では一方で、ソフトバンクの自前球場である福岡ドームはどうなっているのかというと、使用料を支払うことはなく、売店などの売り上げで球場を維持する費用を捻出し、補強にお金を回すことで、さらに観客動員を増やす好循環が起きています。巨人はオープン戦の期間に台湾遠征を行っていますが、アジアを中心とした海外への中継の配信を積極的に活用したい思いがあるといい、3月2日から3日に台湾台北ドームで行った親善試合もその一環、以前からアジア進出を目論み台湾出身の楊大観を獲得したこともあった。現地で試合を行うのは本気度の表れ、定期的な試合配信を行うことでの放映権料収入も念頭にあるはずと番記者は解説しています。昨年までコーチを務めていた元木大輔は、この球場問題を早急に解決するべきと判断し、来てくれたお客さんのチケット代が球団に全て落ちるようにしないといけない、もちろん難しい問題ではあるけど、 DeNA は球団があれこれと策を練ってお客さんを呼び込んだことで、バウアーみたいな大物選手を呼ぶことに成功した。それもやっぱり自前の球場を持っている強みだと思いますよ。日本ハムだって新しい球場を作って浮いたお金を補強に回しているし、と語りました。元木の言うように、一昨年まで札幌ドームを本拠地にしていた日本ハムは、昨年から球団所有のエスコンフィールドに移転し、大成功といえる結果を残しています。巨人のお手本はかつての同志である日本ハム。北海道移転前の日本ハムは巨人と同じく東京ドームを本拠地にしていました。日本ハムは北海道移転後、札幌ドームを本拠地にしていましたが、札幌市所有で第三セクターが運営していた札幌ドームでは、年間13億円といわれる高額な家賃を支払い、広告や飲食の売り上げも入らないことから、球団経営は大きく圧迫されていたのです。日本ハムの試合で伊藤ハムのソーセージを使ったホットドッグが売られているという、親会社の人間からすれば笑えない話もありましたが、高額な球場使用料などの減額に一切応じないドーム側の姿勢もあり、球団は自前の球場を建設し移転することを決めました。エスコンフィールドの開業前には以前よりもアクセスがしづらいとの指摘もありましたが、球団経営の観点からは大きな飛躍を遂げたシーズンになりました。新球場を運営する株式会社ファイターズスポーツ&エンターテイメントは、先日球場を含む北海道ボールパーク F ビレッジの開業後の状況報告会を開催。プレオープンの3月12日から9月30日までの203日間で来場者が303万人に達し、目標に掲げていた300万人の大台をホーム最終戦が行われた9月28日に突破したことを報告したのです。球場が開催された日はもちろん、試合がない日も無料で入場できる F ビレッジには県外からの観光客も多く訪れ、非試合開催日の来場者数は平日で4500人、休日で1万500人という規模に上りました。もちろんこの間のグッズ売り上げや飲食などのお金は全て球団の収入として扱われており、その結果収益構造が大きく変容することに。札幌ドームを本拠地としていたコロナ禍前の2019年に9億5000万円だった営業利益は26億円まで到達し、大幅な伸びを見せています。エスコンフィールドでは座席やビジョンによる演出など、
感染環境の向上を図ったのはもちろん、球場内にクラフトビール醸造レストラン、ホテルや温浴サウナ施設までオープンさせるなど、自前の球場を持つことで野球観戦以外で収益を得る仕組みが出来上がったのです。もし巨人が日本ハムをお手本にしたボールパーク構想を掲げ、東京ドームから飛び出せば都心という立地を生かした戦略をいくつも立てられると言われており、本拠地移転はかつての常勝軍団を取り戻す最後の切り札なのかもしれませんね。今回は東京ドームの移転問題について紹介しました。